次大阪です。大阪が出ますと天が先に止まります。乗船乗り換えです。ご視聴ありがとうございました。大阪です。それでは右側が大阪乗り場です。大阪出ますと浜ヶ崎、芦屋、佐野宮、神戸の中に止まります。塚本橋原、甲子園区方面、JR 神戸線通電車、今は6番乗り場からです。環状線は1番、2番乗り場です。阪急、阪神、吉田鉄線、乗り場口へお越しください。ご乗車ありがとうございました。大阪です。お電車は三河です。京都発新快速姫路方面番地は大雪です。次は尼崎に止まります。まもなくの発車です。車内でお待ちください。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
橋と同じホームの向かい側、3番乗り場から発車いたします。
is Akashi. Station number A73. After leaving Akashi, we will be stopping at Nishi-Akashi. Please exit on the right.
次は西明石です。西明石を出ますと次は加古川に止まります。お出口は右側です。 The next stop is 西明石 Station number A74. After leaving 西明石 we will be stopping at 加古川。Please exit on the right. Thank you.
姫路です。出口右側は8番線まで行きます。乗り換えをご案内いたします。南関線姫路行きは17時10分1番乗り場から、新宿三島新宿行きは17時25分3番乗り場から発車いたします。山陽線岡山方面お越しのお客様、引き続き同電車にご乗車いただき、途中、愛用行きでお乗り換えください。愛用行きで岡山方面の電車と連絡しております。この電車は次の姫路駅で切り離し作業を行います。前より8両1号車から8号車は満州和光行き、後ろより4両9号車から12号車は姫路のみです。対向電車となります。満州和光方面お越しのお客様、前よりの車両をご利用ください。降りの際は忘れ物をなさいませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。いたします。この電車は17時7分発、相生から高専参ります。新快速満州和光駅です。終点満州和光まで各駅に止まります。山陽本線上郡岡山方面の各駅は途中相生行きでお乗り換えとなります。次は阿賀保に止まります。まもなく発車をいたします。
列車は愛媛から加工線と参ります。新幹線の番地は終点三州和光まで各駅に停まります。山陽本線上郡岡山方面の各駅は途中愛媛駅で乗り換えください。電車は8両で運転をしております。お手洗いは一番前の車両1号車です。車内は禁煙です。ご協力をお願いいたします。車掌は井上です。終点播州和光までご案内いたします。次は阿賀穂です。出口は左側です。有馬勝原です。出口は左側です。
お出口は左側です。お出口は左側です。